教えてくれ、ラピュタさん。I was originally gonna like, plan the stream, be like a really long stream, like I do this, on Central, State of Play. No, I'm just tired, I'm tired. I'm streaming this. Then it to YouTube, and like, passing the fuck out. I feel hard when I wake up and spitting those other stuff. Soon you'll probably should be able to turn on. I shall like, stream audio now. レベル5ビジョン2024をご覧くださりありがとうございます。こんばんは、レベル5日野です。今回のビジョンのタイトルは To the World's Children、 文字通り世界中の子どもたちに向けてという意味ですが、さらに子ども心を忘れていない多くの大人たちにという意味も込められています。今日はこのタイトルにふさわしい発表ができるということで、僕自身の子ども心もワクワクでいっぱいです。これより皆様にはレベル5が送る最新の夢とロマンを見届けていただきます、okay. では早速発表を始めていきたいと思います。
ファンタジーライフ I ぐるぐるの竜と時を盗む少女はすでに告知されている通り、当初の発売日2024年10月10日から一旦見直すことになってしまいました。ただこれもよりゲームを面白くするため、大幅なバージョンアップを実行するためのものでした。ではどのようにバージョンアップしたのか、こちらをご覧ください。ドラゴンの化石に導かれたどり着いた謎の島で冒険者たちを待ち受けるものとは。助けた少女がいた国はすでに滅びた千年前の王国だった。ライフと呼ばれる14種の職業を習得したら自由に切り替えて素材を集めよう。製作職で装備や料理を作って準備を整えたら島探索に出発。冒険で見つけたロボットの力も借りれば拠点の地形を変えるのも簡単。自分好みに飾り付けて廃れた島を復興しよう。木こりで木材を集めて大工になって家具を作ったらマイハウスもコーディネートできる。冒険を進めるとたまげものと呼ばれる不思議な置物を見つけることも。女神様の力を借りるとなんと人の姿に早変わり。探索に同行してもらったり一緒に生活をして島を繁栄させよう。そしてこの島の謎を解き明かす鍵となる舞台はなんとファンタジーライフ史上最大のオープンワールド。広大な大地や切り立った山々を探索し長い川も何のその。さあ大冒険へ出発だ。駆け回るのに疲れたら相棒の力を借りて冒険しよう。なんとこの大陸では不思議なしゃべるモンスターと遭遇することも。今作から追加された新ライフも登場し自由度はさらにパワーアップ。選びきれないたくさんのライフもクイックライフチェンジで一瞬で切り替えられる。一人の冒険が心細い時は最大4人のマルチプレイはもちろん、コントローラーをもう一つ用意して冒険に乱入することも可能。のんびり日常ライフも終わらない冒険ライフもどう過ごすかはあなた次第。個性豊かな島々を巡る時を超えた大冒険が始まる。もう一つのライフはファンタジー世界。ファンタジーライフ愛ぐるぐるの竜と時を盗む少女、2025年4月発売。 Okay. 新たな発売予定は2025年4月。新要素として広大なオープンフィールドを追加して冒険の自由度をさらに増しました。パルクールアクションによって自由に地形を移動できるようになったほか、泳ぐことも可能になりました。そして今回は様々なマウントで広い世界を縦横無尽に冒険していただきます。さらにクイックライフチェンジによって遊びやすさが大幅にアップ。多くのテストプレイヤーたちの意見を取り入れ、よりクオリティに磨きをかけています。もう少しだけ時間をいただくことになってしまいましたが、本当に楽しい作品になっていますので、今しばらくお待ちください。我は望まぬ。もしかしてあいつがキングガンマン城亡霊のガンマン。進歩を望まぬ。新世界を望まぬ。我の忠告しかと受け止めよ。スチームバイソン、ここはアメリカの中で今最も急速に発展を遂げつつある街なんです。凄まじいスピードで進歩しているんです。では話してくれないか。君が私をこの町に呼んだ理由を。
彼は言っていた。新世界を望まぬと。あれはやっぱり人間じゃないですよね。亡霊の岩盤などいるはずがない。何か仕掛けがあるはずだよ。そもそもなぜ亡霊なんだ。なんだ。ルーク下がるんだ。あ、キング岩盤城地震。ルーク体勢を低く。まさかキング岩盤城が地震を。さあね。だがキング岩盤城には何かの目的があるようだ。Yeah, this looks so good. Let's go in there.この街では我々が予想もつかないとんでもない何かが起ころうとしているのかもしれない。先生。レイトン教授と蒸気の新世界は順調に開発が進んでいます。謎開発にクイズノックを迎え、新世代のレイトン教授を完成させるべくスタッフ一同邁進しております。フルポリゴン演出により細やかな演技ができるようになったレイトンとルークが魅力的な新世界を冒険します。2025年発売に向けて開発が進行していますのでお楽しみに。俺はブロードストーンポリスカレッジ首席卒業のハーバード・マークス。困ったもんだな。お勉強だけできるガキがいい気になって一発のデカのつもりでいやがるとは。あなたのような一般雑魚刑事と一緒にされては困る。貴様。私はミサエ・ケンブリッジ。ここからあなたたちの教官を担当する。これより仮想の都市デカポリスにて実技訓練を行う。サムドアルイノセンシャンミロナカ引き裂かれホログラム追いかけるありもしないアリアドネメタルウォールの向こう側嘲笑う巨人族想像高いと繰り返すリアリティ。会うなよ俺の母さんを殺した犯人に。このデカシンだな。やっと俺の止まった時間が動き出すんだ。超えてはならないラインを超えずに並べない。バラとして繊細時音もなく続いてゆく画面からその手を掴んで元の子を叫んだ。交わした言葉さえ確かなストレス。変わり果てた構造を会えるさ、ハーバード君。
2026。テカポリスは大規模なオープンワールドを構築すべくシステム開発を続けており、テレビアニメとゲームを同時展開すべく進行しております。テーマ曲のボーカルに主人公のハーバードと同じ力強いエネルギーがあふれている歌姫メイリアさんを迎え、作品をよりドラマチックに彩っていただきます。内容面ではグラフィック面も強化されており、より魅力的な作品として進化を遂げようとしています。ですが作品の完成にはもう少し時間をいただくことになりました。デカポリスは2026年リリースと発売予定を変更いたします。Alright, show me already.新コンテンツ追加。次の戦いはバトルロイヤルだ。メガロボバトルワーム。最大6人の大乱闘。対戦格闘ゲームのように機体を強化せずすぐに遊べる。カスタマイズ済みの機体を選び出撃せよ。自分の戦闘スタイルに合った機体を使いこなせ。アイテムを集めて敵を倒して攻撃力を上げ、一気に敵を撃墜しろ。戦いのルールは様々。一対一の決闘やチームバトルも楽しめる。武器や必殺技を駆使してバトルアームを勝ち抜け。最強は誰だ。メガロボバトルアーム2024年11月開幕。あの伝説のパイロットも参戦。カブトコーチ。 Oh fuck, there's the sauce. There's the fucking sauce. 伝説のパイロットたちがメガトン級武蔵ワイヤードに参戦決定。世界を救え。メガトン級武蔵ワイヤード好評配信中。メガトン級武蔵ワイヤードに重要な追加コンテンツをリリースすることになりました。これまでオンラインで戦うためには機体を強化する必要がありましたが、新モードメガロボバトルアームでは戦うロボットを選んですぐにバトル、対戦格闘ゲームのようにお手軽に対戦することができます。有名なパイロットたちも追加され、スーパーロボット同士の熱いバトルを楽しんでいただけます。メガロボバトルアームのリリースは2024年11月を予定しています。お楽しみに。稲妻イレブン英雄たちのビクトリーロードは先行してベータテスト体験版をリリースしましたが、200万ダウンロードを達成し、多くの皆様に遊んでいただくことができました。このベータテスト体験版にて収集したご意見を開発に役立てることができ、製品版は大きな進化を遂げております。ご協力いただいた皆様、本当にありがとうございました。さてここから本作品に関する新たな情報、そして発売予定をお伝えさせていただきます。ではご覧ください。稲妻イレブン。僕はもうサッカーから逃げない。あのさ、どんな気持ち？
受け止めてやるよ、お前の思い。さあ天命、こっからどうするよ。案内してやるよ。ほら噂の有名人、すごいじゃん。いるんだこの学校にも、空気読めないやつ。サッカー部もどきの即解散を命じる。その無謀君が私に何の用？てめえ、舐めてんのか。そんな、大地まずそうですし。お前、誰だっけ。俺は何をやってんだか。俺は別に強いやつを求めてなんかいませんよ。This is like whatever to me. I tried playing the demo, it was like fun-ish. When I play more of the series, I'll actively care about it. That's neat. てるなブラザー、勝負はまだこれからだぜ。稲妻イレブン英雄たちのビクトリーロードは発売予定日を2024年から2025年6月に変更させていただきます。多くの皆様が発売日をお待ちいただいていることは承知していますが、高いクオリティを実現し、さらに長く遊べる仕様を盛り込んで、稲妻イレブンの集大成にすべく作り込んでいますので、もうしばらくお待ちください。
稲妻ポストへいただいたご意見も多数採用させていただき、ユーザーの皆様の満足度の高いものになっています。ファンの皆様にはさらにお待ちいただくことになってしまったことを深くお詫びいたします。では改めて今回新発表した新システムについてご説明します。監督 AI モードはアクションが苦手な方でもキャラクターを育てることに集中して、大まかな指示による戦略によって試合を勝ち抜いていけるものです。試合中も選手操作モードと監督 AI モードを自由に決めることができます。Where they show off games and updates and whatnot. アビラーボードと絆リンクはプレイヤーの皆さんのキャラクターへの愛情を存分に発揮していただけるモードです。アビラーボードではキャラの個性を自分に変更することができ、絆リンクはキャラ同士の関係性をプレイヤーの好みで設定することができます。アニメや過去シリーズと同じ設定での関係性を作るもよし、自分なりの人間関係を作って独自のチーム作りをするもよし、プレイヤーの皆さんそれぞれのキャラクター育成チーム作りを楽しんでください。そして最後に稲妻イレブン全プレイヤーの夢を叶えるシステム絆タウンです。稲妻の世界に自分のアバターを作り生活することが可能です。ストーリーモード、クロニクルモード、対戦などの全てのモードで収集できるオブジェクトやキャラを自分の絆タウンに配置して自分だけの稲妻ワールドを作ることができます。他のプレイヤーと交流して街を発展させましょう。絆タウンでは他のプレイヤーと共に試合やミニゲームなど稲妻の世界を存分に楽しむことができます。多くの仕掛けを搭載し、稲妻イレブンは無限に遊べるゲームへと進化します。お待たせして本当に心苦しいですが、もうしばらく発売をお待ちください。本日は稲妻イレブンに関するさらなる新タイトルを発表させていただきます。これは多くの稲妻ファンが待ち望んだタイトルなのではないでしょうか。ではこちらをご覧ください。稲妻イレブン。Okay, that is neat. That is neat. But it's not going to be a good thing. I don't know anymore. I can't take that back.ここから上に登れるんだ。さあ、ついてきてくれ。え？It's gonna be fun. It's graphically.稲妻イレブンパート1のリメイク作品を作ることになりました。遠藤守の最初の物語を追加要素を加え、I also worry how the gameplay is going to work. 新たなユーザーの皆様にも楽しんでいただけるように遊びやすさを大幅にアップしています。最新の映像クオリティで蘇る稲妻イレブンにご期待ください。発売は2026年予定です。そして稲妻イレブンは年末全国のイオン系シネマにおいて稲妻イレブンザムービー2025として映画を公開します。過去の稲妻イレブンと最新の稲妻イレブンのストーリー両方を楽しめる贅沢な内容となっております。ぜひ足を運んでみてください。
妖怪ウォッチ、This is the main one. 社会現象と言われた妖怪ウォッチの流れを継承しながら、全く新しい作品として企画を進めてきたプロジェクトがあります。これは過去最大級のクロスメディアプロジェクトになることです。Largest? Okay. ご覧ください。僕の家はマンションの屋上。マンションの大家はおばあちゃん。何の不自由もなく暮らす僕の家族。でもここは恐ろしい魔界へのゲートだったんだ。開かずの間で見つけた不思議なカメラ、それをいじっていると僕の体が異常発達。引っこ抜いてみたら緑色の何かが出てきた。謎の存在、ふにゃふにゃした何か。これをひとまずゴーストと呼ぼう。うちにこいつへの理解が深まる。インしたものが生き物みたいに動き出す。これがこいつの個性だ。いろいろうざいのが出てくるが、暇つぶしになるのでそこそこ楽しい。そんなゴーストにはなんと仲間がいた。アポペン、アポペン。青いやつはものを合成してキメラを生む。アイハートペン、アイハートアポ。油断すると変な姿になりがちだけど、それなりに面白い。さらに仲間を発見。ピンクの建築家たちは世界を作っていく。その迷宮の奥に何が隠されているのか。僕はそこで大切な何かを探す。町には善人もいれば悪党もいる。金のためには手段を選ばない悪徳企業、魔王堂。それが僕の宿敵だ。僕はゴーストの力を借りてヤバヤバ魔物アイテムを増産するブラックリーマンたちと戦うのだ。乗るだけで痩せる体重計、母さんそんなのうさんくさいってわかるじゃん。この街はパンプキンに満ちている。やばい。いかがでしたか？多くの遊びを盛り込んだゴーストクラフト RPGホーリーホラーマンションです。今回のテーマは家族。ストーリーからゲームデザインまで家族全員で楽しめるゲームを目指しています。家族全員で楽しむゲームとはどういう意味なのか。ホーリーホラーマンションは多くのエンターテインメント企業の皆様を巻き込んだ過去最大級のクロスメディアタイトルとなります。発売予定日と対応ゲーム機は現状未発表とさせていただきます。2024年春に本タイトルのみのクロスメディア発表会を開催し、関連グッズやメディア展開のご報告をしたいと思います。続報をお待ちください。本日の発表は以上となります。レイトン教授とジョーキーの新作、稲妻イレブン英雄たちのビクトリーロード、ファンタジーライフ I、ぐるぐるの竜と時を盗む少女の3タイトルは、These are like the best things out of this damn fucking showcase. I mean, it's like Inazuma 11, I don't really care about it because I never played a lot of the games. Layton looks amazing. なお製品版に関してはどのタイトルも多くの言語に対応して発売する予定です。Okay, watch died for this? もう少しだけ時間をいただくタイトルもありますが、我々はユーザーの皆様に
内容の満足度にてお返ししようと考えています。2025年はレベル5作品で世界中の子どもたちと子ども心を忘れない大人たちへ夢とロマンとワクワクを届けたいと思います。ではごきげんよう。レベル5This was awful. God, clean up from this. Oh. I was expecting, like, Mario Update, because, you know, that game really needs it at this point. Like, gameplay story-wise, really needs this new story update. We got multiplayer, and, like, a really cool collab thing. That's about it. Deca Police gets delayed for, like, the umpteenth time, and Zuma 11 looks like way more of a complete game. Wish I cared. Never finished the first game. Layton's still amazing, no matter what. The Fantasy Girl Fantasy Life, the girl still kind of looked more complete and everything. God. I'm ending. Fuck this. I'm ending. Fucking. End my social medias. Twitter, Discord. YouTube. I'm not gonna rate. I'm fucking ending. I'm done. I'm going to bed.